コロンバスはアメリカ合衆国ミシシッピ州の東部、ラウンズ郡の都市であり、同郡の郡庁所在地である。2010年国勢調査で、の人口は23,640人だった。テネシートムビッグビー水路とも呼ばれるトムビッグビー川の、主に東、また北と北東に位置している。シュートジャクソンからは北東に、約146マイル、メリディアンの北92マイル、 チューペロの南63マイル、アラバマ州タスカルーサの北西60マイル、同州バーミングハムの西120マイルに位置している。コロンバスショー都市圏の主要市であり、さらに広いコロンバスウェストポイント広域都市圏に入る。ミシシッピ州でゴールデントライアングルと呼ばれるコロンバス、ウェストポイントとスタークビルの3市で作る三角形に属しており、その所属するラウンズ郡。 クレー軍とオクティベ派軍が含まれている。コロンバスのトムビッグー川に浮かぶ蒸気船、アメリカン号の絵はがき、1890年から1920年頃、歴史の中でコロンバスの場所について最初に記されたのは、スペインの探検家、エルナンドデソトの年代記の中であり、黄金号、エルドラードを探して近くのトムビッグー川を渡ったとされている。しかし、この場所が、 アメリカ史の中で継続して現れるようになるのは1810年12月になってからだった。直闘族インディアンに対するアメリカの通訳、ジョン・ピッチリンがプリマス掛けに入ってきて家を建て農園を作り、直闘族の代理人としての役割を始めた。コロンバスの町は1821年に設立された。その法人化の前にこの町がある場所は非公式に 袋ネズミの町と呼ばれており、地元にいたインディアンが付けた名前だった。地元住民の間では、袋ネズミの町が町のニックネームとして残っている。川の対岸2817年に設立されていたプリマスという町が洪水で破壊された結果として、このコロンバスが設立されることとなった。その破壊された町の上にあるプリマス岳は今日、 ミシシッピ女子大学の環境の中心である。洪水を生き残った者はトマス・ムーアとギデオン・リン・スカム博士が占有していた場所に移った。サイラス・マクビーがコロンバスという名前を提案した。その見返りに土地の小さなクリークがマクビーと名付けられている。市の設立者たちが最初期にとった行動は公立学校を設立することだった。フランクリン・アカデミーは 現在もミシシッピ州最初の公立学校として運営を続けている。しかし、ミシシッピ州とアラバマ州にの宗教を共生することとなり、最近フランクリンアカデミーはアラバマ州の中にあることとなった。実際にミシシッピ州を設立した後の初期の歴史の中で、コロンバス市自体はアラバマ州、コロンバスと呼ばれていた。南北戦争の時、コロンバスは病院長だった。 しかし、コロンバスは武器製造所でもあり、火薬、拳銃、さらに、いくらかの大砲も作っていた。このために、北軍はコロンバス侵攻を命じたが、南軍のネイサン・ベッドフォード・フォレスト将軍のために、止められた。このことが、ジョン・マクブライドの著書、ウェストポイントの戦い、エリス教での南軍の勝利に書かれている。社医郎の戦いで負傷した兵士の多くがここに連れて、 来られ、数千の遺体が町のフレンドシップ墓地に埋葬された。病院の一つは1863年に建設された受体国地カトリック教会であり、現在も使われている。1866年4月25日、一軍の女性が墓地の北軍兵も南軍兵も墓を花で飾ると決定し、それがメモリアルデーとなるものの初期の例となった。 詩人のフランシス・マイルス・フィンチがその日にたまたま町におり、その死、青と灰色で、その行動を記念することとなった。南軍のネイサン・ベッドフォード・フォレスト将軍が、北軍をコロンバスに近づけないようにした結果として、コロンバスにある戦前の家屋は燃やされたり破壊されたりすることを免れた。その家屋の集積は、州内でもなちずについで2番目に広大なものとなっている。 このことも、ジョン・マクブライドの著書、ウェストポイントの戦い、エリス教での南軍の勝利に書かれている。これら戦前の家屋は、毎年開催される巡礼の時に巡ることができ、地元住民が全国から来る観光客のために、それら家屋を開放している。戦中、コロンバスの弁護士ジェイコブ・エイチ・シャープが南軍の順将を務めた。戦後、シャープは、 コロンバスの地方紙、インディペンデントを所有し、地区を代表してミシシッピ州会議員を4年間務めた。コロンバスには第二次世界大戦以来コロンバス空軍基地がある。この基地は飛行訓練学校として設立された。1950年代と1960年代に戦略航空軍団の基地として使われた後、当初の役割に戻った。 国内に4カ所ある空軍の飛行訓練基地の一つであり、通常の飛行条件を経験できるものとしては、唯一のものである。これにもかかわらず、全米基地再編閉鎖のための審問では繰り返し、訴状に挙げられた。20世紀半ばのコロンバスでは、世界最大のベンザメーカー、サンダーソンプラミングプロダクツや、マットレス、家具、繊維の工場があるなど、多くの工場があった。 これらの大半は2000年までに閉鎖されてきた。その後、ゴールデントライアングル地域空港周辺に、鉄鋼のセベルスターリ、ヘリコプターのアメリカニューロコプター、パッカーのトラックエンジン工場、航空機設計のオーロラフライトサイエンシーズの施設などができて、地元経済を再活性化させている。コロンバスは、著名劇作家テネシー・ウィリアムズの出生地である。ウィリアムズは、 暑い途端屋根の猫や欲望という名の電車を描いた。その生誕地は近くのセントポールズエピスコパル教会の元牧師館であり、現在はコロンバスの観光案内所になっている。野球のアナウンサーであるレッドバーバー、ボクシングで初めて3度世界チャンピオンになったヘンリー・アームストロング、ロックシンガーのアンドリュー・ウッド、グラミー賞を受賞した。 ブルーグラスミュージシャンのアリソン・クラウスの両親、アメリカンアイドルに出場したジャスミン・マレー、ブルーグラスミュージシャンのルディ・ジェーン・スミスがコロンバスの出身である。1957年から1979年までルイジアナ大学モンローコーバスケットボールのコーチで賞を受賞したレニー・ファントはアラバマ州ハミルトンで生まれ、コロンバスのリー高校を卒業した。コロンバスは 近年少なくとも3回全国ニュースになった。1990年6月12日、花火工場が爆発した時は30マイル離れた場所でもその振動が感じられた。この爆発で労働者2人が死亡した。2000年6月26日、CBS テレビの番組4 8アワーズで、 1997年後半から1999年初期の18、か月間に起こった高齢者ばかり5人の殺人事件の調査報告を行った。2001年2月16日、風速74マイル、地の風が吹き、多くの家屋や樹木を破壊したが、死者は出なかった。翌日ジョージ・ W ・ブッシュ大統領が連邦指定被害地域を宣言した。2002年11月、 竜巻がコロンバスを襲い、ミシシッピ女子大学など、さらに大きな被害を与えた。2010年、歴史保存全国新宅から、偉大なアメリカのメインストリート賞を受賞した。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は22.3平方マイルであり、このうち陸地21.4平方マイル、水域は0.9平方マイルで、 水域率は4.04%である。ラウンズ郡北部のバッタハッチー川が、ラウンズ郡とモンロー郡の境界を成している。コロンバス市とラウンズ郡の中央には、ラクサパリアクリークが流れ、またトムビッグビー川のステニス公門とダムがコロンバス湖を作っている。コロンバスは、ラウンズ郡の北部にあって比較的平らである。軍の南部や東部では、土地が短期間に隆起して、 丘陵と崖になり、そのうねりのある丘陵部が、この軍では支配的な平地氾濫源に急速に変わっている。ラウンズ軍はブラックプレーリー地理的地域、及びミシシッピ州北東丘陵地域に入っている。ここにはプレーリー、森林、氾濫源森林がある。土壌の質は軍の東部で痩せており、その他では比較的超えている。コロンバスと周辺地域は、 樹木の日の体感性区分 8R に入っている。2010年の気温は下肢11度にもなったが体感性区分は7ビットに区分された。コロンバス市の空中写真コロンバス市の人口は,は20世紀の初めから着実に成長を続けてきた。しかし21世紀に入って減少傾向が続いている。以下は2010年の国勢調査による 人工統計データである。基礎データ人種別人高校生以下は2000年の国勢調査による人工統計データである。主要雇用種コロンバス市内には州立大学であるミシシッピ女子大学がある。そのキャンパスには学術的に才能ある高校生のための州立学校であるミシシッピ数学科学学校もある。市内の公立学校は コロンバス市教育学区が管轄しており、その中のコロンバス高校は町の東部にある。生徒数1370人と市内最大の高校であり、州内でも第5位である。1992年、元のスティーブン・ディーリー高校とコールドウェル高校の合併によって形成された。キャンパスは1997年に造成された。市内には百二十一年設立と、 ミシシッピ州では最古の公立小学校であるフランクリンアカデミー小学校もある。リー高校は1970年に人種統合され、人種間の最高の関係によって州から表彰された。黒人と白人の生徒によって人種関係委員会が形成された。生徒たちは白人と黒人双方のホームカミングコートを持つことに決め、人種で線が引かれないようにした。 しかし、黒人の生徒は白人のホームカミングコートなどに投票を認められた。1970年ではフットボールで負けることがなく、それが生徒間の団結を進めた。生徒たちは成績評価試験の結果で3つのグループに分けられ、それぞれが自分たちのペースで学習できるようにした。この方法は人種統合以前から行われた。 統合後もしばらくは続けられたが後に連邦裁判所によって違法とされた。ラウンズ軍教育学もカレドニア、ニューホープ、ウェストラウンズの3高校を運営している。その手前では同様な名前の小学校と中学校で学んでいる。コロンバスには以下のシリーズ学校がある。コロンバス市の新聞は日刊市のコマーシャルディスパッチと週刊市のコロンバスパケットがあり。 またインターネットのみのリアルメディアがある。テレビ局のワクビー t b が CBS の系列であり、市内の歴史ある中心街にねがある。デジタルのサブチャンネルで CW テレビジョンネットワークとマイネットワーク t b の番組も流している。テレビはコロンバスチューペロウェストポイントテレビ市場に属している。国内第133位の大きさである。 雑誌としては、ニューパワーマガジンとコロンバスファイアーレスキューマガジンが発行されている。ラジオ局はすべて FM で7つのつぼねがある。コロンバス市内をアメリカ国道82号線、道45号線が通っている。修道では12号線、50号 SN、69号線、182号線が通っている。コロンバスグリーンビル鉄道の東の終端である。 BNSF 鉄道、ノーフォークサザン鉄道、アラバマサザン鉄道も運行されている。最寄り空港はゴールデントライアングル地域空港である。この空港からアトランタまで1日3便が運行されている。コロンバス市はトムビッグビー川の東岸にあり、テネシートムビッグビー川水寺を利用できる。ジョンシーステニス公門とダムがコロンバス港を作っており、中心街からは 約2マイル北にある。ラクサパリアクリークが市内を通り、元々のコロンバス市街とイーストコロンバスを分けている。地元でラックスと呼ばれる川が中心街の南約3マイルで、トムビッグビー川に交流している。ありがとうございます。